西日本最高峰の石鎚山。標高1982メートルの神の山は、雪と氷に閉ざされた冬を終え、目覚めの春を迎えます。3月下旬、閉鎖中の石鎚スカイライン。何か作業がある。路面清掃です。はい、葉っぱを飛ばします。積雪や凍結のため12月から3月の間閉鎖される石鎚スカイライン。4月1日からの再開を前に、道路の管理を行う県久万高原土木事務所の職員が清掃を行っていました。路面に落ちている葉っぱを踏んで車がスリップとかしないように、結構ずっと葉っぱが溜まるとスリップするんで、落石や倒木の撤去、舗装の修繕も欠かせません。今日だけじゃなくて日々やってらっしゃる。そうですね、割と、はい、目にはつかないんですけど。神の山に少しずつ近づく春の気配。そして石鎚スカイラインの通行が再開されました。新緑がまぶしい春のドライブ、時に思わぬ出会いが。道路を横切ったのはニホンザルでした。春とはいえ、まだまだ気温が低い日が多い西日本最高峰の神の山。ああ、まだ雪がありますよ、これ。そんな中でも足元には小さな春が。日当たりのいい場所で花を咲かせていたのは小城バカマです。そして冬枯れの山を鮮やかに彩っているのは石鎚の春を代表する花、アケボノツツジ。生命が輝く神の山の春。大きな荷物を抱えた登山者に出会いました。これは全然大丈夫なんですけど、もっともっと大きいのが来るんですか。あ、そうです、40キロ今日は牧歌の方たちが40キロ運んでいただきます。出会ったのは石鎚の山頂に立つ山荘のスタッフ。5月1日の営業開始に向け、牧歌、つまり資材や食材を山頂まで担ぎ上げる作業を行っていたのです。いやー、これは重そう。
荷物がぎっしり詰まった発泡スチロールは3箱合わせておよそ35キロ。小学5年生男子の平均体重とほぼ同じ重さです。山道に慣れた屈強な男性でも辛くて厳しい牧歌、山の日常風景です。いや、言ってもまあ25ぐらい、足が疲れちゃって、はあ、暑い。土小屋からおよそ4時間、ようやく頂上山荘に到着です。去年の11月3日から冬季休業していた山荘、シャッターが開くのもおよそ半年ぶりです。めちゃめちゃしんどかったです。来たね、着いた。スタッフ同士が顔を合わせるのも半年ぶり。久々の再会に笑顔がこぼれます。帰ってきたなって第二のお家みたいなのがいた。半年ここにおるけど、それぞれの使いやすいところにしまっていっていただけたら。一息入れたら早速煮ほどき。この日牧歌した食材は白菜に大根。これは確かに重そうです。冬の間山荘を守ってきた雨戸も開けて、まかないができたみたいです。卵は10個も入ってるんで1人1つあります。ラーメン、ラーメンです。大鍋で豪快に作ったラーメン、牧歌で疲れた体に染み渡ります。美味しそうですね。例年同様、今月1日から登山者の受け入れを再開した頂上山荘。よろしくお願いいたします。失礼いたします。何の電話だったんですか？あの宿泊の予約をちょっと変更してほしい電話で、なんか最近キャンセルがポチポチと入ったりしてます。やっぱりコロナのせいで。年間およそ6万人が頂上を訪れるという神の山石鎚。山荘では1日最大50人の宿泊者を15人に制限するほか、寝袋や体温計の持ち込みを呼びかけるなどしながら登山者を受け入れることにしました。もうなるようにしかならないというふうに思ってやらないと、あれかなこれかなって言ったら多分何もできないんですよね。もうそれ打ったも閉めた方がいいと思うので、もうやるからにはもう感染対策というのはね。日帰りできる身近な山として、コロナ禍でも訪れる人が絶えない神の山石鎚。本格的な登山シーズンが今年も始まります。